World Soccer Winning 11-8。この試合1得点、縦にボールが出ました。左に振ってきた、入るか、3回だ、アーゼが3点目、アンディうまく蹴り込んだ、これで大会通算5点目。このまま縦に送ってきた、入ったゴール、はい、4点目。後半40分、アーゼが4点目、アンディ2本目を決めた。アーゼが今の1本で本日のシュート数を4としています。狙ってきた、入ったゴール、後半始まったばかり。アーゼがボールを回します。そこからジウベウとシウバ来ます、左サイドを使います。トラップ、スペースを使う、つながった、入るか、ゴールゴールゴール、アーゼがこれで2点差、決めたのはフォワードアンディ、これで大会通算7点目。そしてここはエルカンプ、右ウィングデュンベリ、持久力のある選手です。さあキラーパスを出せるか、右に送って、危ない、決まった、後半始まったばかり。アーゼがリード広げた、アンディ今日これで2点目、これもクリア、前に送る、あーっと倒された、ペナルティーエリアで相手に倒されました。あーこれが PK の判定になってしまいました。危険なプレーでしたね。後ろからは行っちゃいけないですね。そうですね。アーゼが決めれば追加点となります。決めた、アーゼが大きな追加点、アンディこれでハットトリック達成。今日は切れてますね。場内がもう一度チャンスになります。流れが来てます。チームともシュートを打つ場面がありましたね。まあ、どちらもチャンス作ってますからね。結構レベル高いですね。縦へのロングパス、来た、ゴール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 、アーゼがまずは先制ゴールを挙げました。アンディ勢いあるシュートを見せた。絶好の位置でスローインを得ました。さあ正面だ、そしてここはデュンベ、さあロングパスだ、ボールは正面、ゴール、前半始まったばかり、アーゼがマサイから先制点。アンディ右サイドを使います。ファールにはなりません。さあ蹴るのはアンディ、この場所だったら狙ってくるかもしれませんよ。直接決まった、やりました、ゴール、アーゼが4点目、アンディファンタスティックなシュートとはこのシュートのことを言うのです。サポーターが沸いています。いや打った本人もな、
さあワンタッチで前へ送る、右に展開します。左サイドからの攻撃になる。激しく奪い合います。そしてジウベウとシウバ、縦へ打ってきた。ゴール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 。後半始まったばかり。アーゼが追加で、さあワンツー、いいプレーです。前に送ってオープンスペースを使ってきた。必死に守ります。最終ライン集中してますね。さあキラーパスを出せるか。いいマークですよ。入る。これが決まった。ゴール。アーゼが1点先制。ゴール左隅にボールが吸い込まれました。縦に送ります。前へ送る。前に送る。行ったか。ワーリー。ポルトガルリードを奪われてしまった。アン2本目を決めた。あっと PK か。 PK です。 PK 主審ペナルティースポットを指差しました。 PK です。危険なプレーでしたね。後ろからは行っちゃいけないですね。アン倒されています。ゴール来た。アーゼが先制ゴール。アンうまく蹴り込んだ。これ今後もかなり注目が先生ですね。縦に出す。さあ一気に前線へ送った。ディフェンスの裏へボールが抜ける。ヘッドから送って打ってきた。決めた。2点目。バルグリンが勝ち越し打を許してしまいました。アン今日2本目を決めた。右サイドバックトゥーレ、ここからディルトー、これが決まった。ゴール。前半40分。アーゼが鮮やかな先制点。後半終了まで残り5分を切っています。縦にボールが出ました。回してピレス、右へ回して前線に送られる。さあこれはスペースに、うわー入った。決まった。アーゼが同点ゴールを決めました。アンボールからの攻撃。ピレス、ここからリュンベ。この選手はスタミナがあります。狙った。右へ展開してスペースに出した。抜け出した。さあゴール。前半始まったばかり。アーゼが先制。いいマークですよ。縦に送ります。どうだ。決まった。2点目。前半ロスタイム。アーゼがリードを2点に広げた。通った。
かがでしょうか、うん、いいと思いますよ。ただ点差を考えた戦い方をしてほしいですね。スペースに入れる、いいパスだ、あー入った、ゴール。アーゼがリードを広げた。アンジ後半開始早々いきなりの1点でエルカンプ、縦に出した、縦に出して来ます、入った入った、ゴール。後半のスタイム、アーゼが、皆さんにはお気に入りいただけるでしょうか。スタジアムはサポーターの喜びの声、そして拍手に包まれています。そしてサポーター